結構周りだとやっぱマッチングアプリが多いかな。あ、なるほどね、うん、え、でも私もマッチングアプリってよく聞く。年収は、うんうん、でもより高かったし。あー、今回は看護師が結婚したい男性についてちょっと語っていきたいなと思いますよっ。でまずその男の人って、うん、その結婚したい女性っていうと、うん、看護師が結構上位にランクインしてることが、うん、まあ、多いって聞くので、うんうん、実際にどうなのかっていうのを調べてみたいと思います、はい、保育士さんとかね、うん、CA さんとかも人気ありそうだけど、うん、あー、なるほどね、うん、確かに私もそう思った。じゃあ実際は1位はなんと看護師でした。いや、この持って行き方結構いやらしくない？いやそうだよね、うん、え、でも、うん、なんか1位、まあ、看護師本当にそうなのかなってなんかこちらからすると思うところない、うん、実際モテてるかって言われたら、うん、全然そんな実感はないもんね。え、そうなんだよね、うん、でも逆にさ、うん、そのモテてる人ってさ、めちゃくちゃ出会いがあるってことじゃん。ああね、うん、出会いがないとさ、モテようがないじゃん、うんうん、出会いの場ってある？普通に出会うとか働いてて出会うってことはあんまりないよね。結構周りだとやっぱマッチングアプリが多いかな、うん、あ、なるほどね、うん、え、でも私もマッチングアプリってよく聞くね、うん、そうだよね。実際にマッチングアプリで結婚したっていう友達一人だけいる、うん、だからなんかその友達に聞くとなんか友達からの紹介とかで会う人はもちろんいるんだけど、うん、結局医療関係の人でつながっちゃうから、なんかそれが嫌で交友関係とか広げたいなって思って、うん、アプリみたいな。そう結構医療業界ってね、うん、狭いからさ、そう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 、どこつながるかもわからないしさ、そう結構さ、その医療関係で、まあ、つながってたい人とさ、うん、絶対そっちの人とは一緒になりたくないっていう、うん、なんか分かれない？分かれる分かれる、確かにね。え、どっち派？別がいい。あ、もう全く、うん、お相手はもう医療関係、医療関係じゃない方がいい。あ、そうなんだ、うん、え、なんで？多分共感して欲しくなっちゃうと思うんだよね。仕事が辛いとかになった時に、いや、こんだけ働いてんだから、うんうんうん、みたいなのが多分自分で出ちゃうと思うんだけど、うんうん、やっぱ近いと、うん、なんか結構当たっちゃいそうな気がする。あ、でもそれ言ってた。本当、看護師って基本的にこう結構サバサバしてるというか、うん、効率よく、うん、こう考えて考えて、うん、じゃあこうやって動くっていう、うん、その計画して動くことって多いから、うん、彼に対して効率が悪いことをしてるとつい言っちゃうって言ってたから、あ、なんか同じ職業だとなおさら、うん、こう分かっちゃいすぎて言いやすいのかな。あるだろうね、うん、ちなみに周りでドクターとかとお付き合いとか結婚とかいる？でも私の周りで先生と結婚した人まだ聞いたことないかも、うん、いる？周りに同期でいる。そうなんだ、うん、それは一緒に働いてて、そう、同じ病棟で、でもそれもすごいよね、うん、でも結婚してもずっと職場でも一緒、家帰っても一緒ってことでしょ？多分だけど、うん、結婚したら移動したんじゃないかな、うん、あー、さすがに、うんうんうん、そうなんだ、うん、まあ確かにまあ職場結婚みたいなのって絶対あるよね、一、うん、人や二人は、うんうん、他にさ、なんかこう出会いの場とかってアプリ以外で聞いたことある？友達の紹介？うん、こういう人いるから一緒に飲もうよ、うん、ってやつ。あ、紹介という名の合コンですね。ですかね、はい、とか、あと今はねそんなに出歩けないけど、うん、その期間の前だったら結構そういう、うん、何、相席屋とかが流行ってたから、まあ、結構周りは行ってる人多かったね、うん、でも実際のところなんか理想の結婚したいなっていう男性像、うんうんうん、こういう人がいいなとかってある？すごいもういやらしい話だと、うん、年収は、うんうん、自分より高くあってほしい。あー、なるほどね、うん、でもそれはよく聞く、うんうん、でもなんか2つに分かれない。本当に自分よりもやっぱ年収が高い人と結婚したいっていう人もいるし、うん、いやいや、なんか自分がこう養いたいみたいな、うん、結構2つ分かれる気がする。なんかある条件？条件なんだろう。でも私こう仕事を帰ってきて、うん、まあ、お互い働いてる、働いててほしいんだけど、うん、癒してくれる人がいいなって思う。例えば普通に、うん、まあ、仕事の、まあ、愚痴だったり聞いてくれる人とか、うん、もうね、足のむくみが半端なくて、うん、マッサージしてくれる。いや、
優しい。その人いないか。いやいやいや、あーちゃんの足だったらきっと喜んでみんな。いやでもお互い、うん、お互いあのさ、でもあるの本当に朝は、うん、起きたらこうお互い5分間だけマッサージし合う夫婦みたいな。へえ、テレビでね、うん、言ってたの。テレビの情報ここでね。だからそういう人に憧れる。いやなんかいいなって思って。こうお互いのこう疲れを癒し合える人がいいなって思う。あとあれだね、看護師とかだとさ夜勤とかあるじゃん。とかもう日勤もなくて、うん、夜勤専従の看護師とかっているじゃん、うん、いるね。そうなると、うん、どうしてもさ休みが合わない、うん、そうで彼と休みが合わないからこうすれ違いが起きて別れちゃう人もいるじゃん、うん、なんかお互いのお仕事を分かってくれる人がいいよ ね、 そ、 ね、うん、その不規則性とかね、そう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 、仕事の辛さとかね、そう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 、歩み寄りがね大事だよね。結構その看護師の友達とかはよく言ってる人多いかな、うんうん、じゃあさその一緒に働いてて、うん、ママさんナースとかいるじゃん、うんうんうん、旦那さんどんな職業とかって聞いたことある？すごい特殊だったのが、うんうん、付き合ってた当時はアルバイターだったみたいな、うんうんうん、まあ、バーで働いて定職してなくて、そうそう定職についてなくてアルバイターだった、うんうん、でも付き合いして、じゃ結婚ってなった時にさすがにねバイトだと、うんうん、家庭を築くのにあたってっていう感じだったのか、うんうんうん、定職に就きなさいって言ってあなたは定職に就くなよ、定職に就きなさいって言ってこうちゃんと転職させて、うん、ちゃんと定職に就かせてもうがっちりと郵便局員っていう、育て上げた、育て上げた、すごい、いらっしゃる、うん、そうなんだ、うん、あでもそのなんかダメンズにするんじゃなくって、そう育成するタイプの女性だったってこと、だから、まあお子さんもいるんだけど、うん、そのママも積極的に働くし、うん、なんか旦那さんもすごい、うんうんうん、なんだろう、子守っていうか、うん、育児の方にすごい積極的に入ってくれて、あ、そっか、まあ、確かにね、育児も一緒にやってくれた方が、うんうん、やっぱ病院って不規則だから、うんうん、確かにね、育てるの大事だね、うんうん、そうそう、お互いが幸せならまあね、うんうんうん、いいと思う、そうなの、うん、ということで、まあ、いろいろちょっと話していったんですけども、いかがだったでしょうか。この動画が良かったなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録の方もお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。